皆さんこんばんは、ななみです。今日は、ちょっと韓国風のメイクっていうのを久々にやってみましたので、そちらを見ていただけたらなと思います。それではビデオスタート。はい、じゃあ下地はこのケイトのスキンカラーコントロールベースのピンクを使います。これね、パープル持ってるんだけど、よかったからピンクも買いました。こんな感じのちょっと薄ピンクなんだよね。まあ、ちょっと今日はクリームを先にね仕込んであるので、そんなに効果は見えないかもしれないけど、これはね、馴染みもいいし安いし、めっちゃいいんだよね、この下地。肌も綺麗に見えるし、このファンデーションの邪魔をしない感じがすごい好きです。くすみにはピンクなので、私は、ね、ピンクの下地が好きなの。すごい、ほら、目の周りがすごいマシになってるの分かる？私のくすみ爆発が。ファンデーションはこちらの VDL です。これずっと気になってたんだけど、買えてなかったので買ってみました。これね、結構あれよ、ハイカバーなんですよ。でちょっとだけ色味を、白いのを買ってるので、多分肌の感じがいつもと違うかも。結構私黄身トーンのものを買うことが多いから、もし一緒にカラー版を合わせるとしたら、ちょっと明るくなっちゃうかも、私の今選んでるカラーだと。はい、そしたらスポンジでなじませます。これでより密着させる。でちょっとツヤ感も出るかなっていう感じです。今日の私めっちゃ白いね。すごい発光しまくっちゃってる。何これ、誰なの。こんな感じで塗れましたら、オレンコースのコンシーラーを塗ります。もう本当に大事なんだけど、パーツのね。でも肌ってすごい大事だなって思う。肌感で結構さ、美しく見えたりもするんだなって思って、大事なんだね、下地とかファンデーションが。こんな感じで、まあ、濁せれば大丈夫。そしたらパウダーね。パウダーはエレガンスです。こちらいつ見てもこれ可愛いなと思う。鼻周りとか生え際とか、この辺に適当に塗ってきます。こんな白くなってみたいわ。じゃあ眉毛にかかりたいと思います。こちらアンドビーで、ここワックスから塗ります。平行でいて太眉にします。オニオンちゃんが可愛すぎてやばいのよ。なんか久々だな、こういう韓国メイクみたいなのするの。多分徐々に眉毛ができてきた。もうここがないんだよね、私。眉下眉尻のここがないから、部分的に足すって感じかな。ワックスでパウダーをさらにこの上に重ねます。でどんどん太くしていく。眉尻を主に足していく感じかな、私の眉毛だと。いつもより離れ眉であって、太眉にしてます。はい、で眉マスカラインテグレートです。このカラーブラウン、なんか色はもうこれが定番。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。だいぶいつもと違います、ここの時点で。じゃあローズシャドウ。ローズシャドウはいつもよりこっちの、今日はなんかもう骨に沿って感じで入れちゃいます。無理に内側に入れないようにして塗ります。薄
ち側にね入れてこうとんがらせる鼻っていうのはやらないようにしてます。今日はあんまりこう内側に入れたりしないで、あくまで自然にっていう感じで仕上げてみました。アイシャドウはこちらのクリオの2番を使います。でここのカラーを塗ります。まあ、彫りを出すっていう感じかな。ピンクベースの彫り出し色です。いつもあったら私はこう茶系のカラーを使うんですけど、今日はちょっとピンクっぽさも入ってるメイクにするので、この色で下地を作るって感じかな。そしたらこの上のカラー、これを目尻側にのせます。まあ、ラメでほとんど作るっていう感じのアイシャドウにするので、今日はなのでここでこうベースを先に入れておくっていういい感じでいきたいのだがはい、OK、こんな感じね。はい、よし、したらこのラメをのせます。これをちょっと全体的に入れるみたいな、こういう、でも目頭よりにのせたいので、その目頭からのせて後半伸ばしていくっていう使い方。めっちゃ綺麗、かわいい、かわいくない？はい、こんな感じです。なんか自然にピンクっぽさが出せればいいかなっていう。そしたらこのブラウンを取ります。ちょっと目尻を大幅に塗っていきます。私ちょっと釣り目なので、ちょっと多めにこんな感じで垂れさせます。そしたら下にですね、ディオールのパレットのトリオブリックパレット、こちら733番なんですが、ここの一番下のカラーを使ってここにがっつりのせます。これね、見た目が白いんだけど塗るとピンクなのよ、このアイシャドウ。若干ピンク入ってる、ちょっと不思議な色なんだけど、これを塗っていきます。でさっきの目尻の部分にこのカラーを混ぜ合わせるように塗ります。こんな感じ。まあ、ちょっと今はつけまつける前なのであれですけど、はい、じゃあラインを塗ります。こちらのキャンメイクの黒ブラックの方を使って、こういう感じで内側に先端も入るんだけど、ここが結構こう虹っぽい感じでこういうカーブがついてるので、ここをちょっと太く塗って目の縦幅をちょっと広くする感じで、あとはまつげの隙間を埋めて塗る。こう自分で目引っ張って、まあ後で隙間塗るので修正するんですけど、ガーッとある程度ラインを引いちゃいます。猫目っぽくなるように長めに引きます。で下はこの、7番で目頭側のラインを描きます。ここでより目力を強くします。そしたらつけまはこれを使います。これね、 Amazon で買ったんだけど、めちゃくちゃ買ってよかった3ペア入って1000円のつけまです。ちょっと高いのかな安いのかな、ちょっと分かんなくなっちゃったんだけど、この韓国風のっていうか、オニョンちゃんのメイクするときは絶対につけまがないと無理だと思いまして買いましたよ。毛はこんな感じ、なんか竹串でこうギルってやったみたいな、そういうまつげができます。で貼る場所は黒目の始まりよりちょい前ぐらいが私はいいなと思った。これを塗る、これを貼らせていただきます。そう、目尻はこうやって寝かせてつけてあげて、この目頭らへんっていうのは結構ガリガリこう上げちゃっていいと思う、韓国風にするんだったら。束感がさ、ちゃんとあるまつげなのね。これ良くない？ほら、ちょっと韓国風の今流行りのまつげっぽくなるのね。だからこのやってるとやっとないとでは全然目の感じが違います。はい、でそしたらちょっと足りないんですよね、やっぱつけまつけると。なのでもっと伸ばします。ラインを伸びました。そしたらミュードのマスカラでまつげを塗っていきます。下を
これは結構存在感出せるマスカラだと思うので、私みたいに毛があんまりない人におすすめ。ないまつげにどんどん足していく。こんなになんかひじきみたいな感じにならないんだけど、結構どん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 伸びてくれるし、いいんだよねこれ。はい、でそしたらなんか何でもいいんですけど、シャドウでちょっと涙袋を描く。こんなもんかな。はい、そしたら黒をこの辺に描きます。茶色で描いた方がなんかあんまりやりすぎてないほくろになる気がするので、こんな感じで。チーク RMK のこのいつも使ってるプリズマティックラスターフェイスパレット02のこの色、これを使います。これを頬全体にこうくるくるっとやって入れます。ちょっと白身の入ってるピンクが、多分一番合うんだと思うんですけど、ちょっと私それだとガーリーすぎちゃうので、ちょっとこういうピンクだけど暗いカラーの方が好きです。はい、 OK。 そしたら同じくここのカラーでハイライトを塗っていきます。ハイライトはね、いつもと入れる場所同じです。でも色味がちょっとピンク混じりのハイライトにして、よりこう柔らかく見えるような色にしてます。そしたらこのシェーディングカラーで、ちょっとこのもみあげからこう暗くする。はい、 OK。 こんな感じで、そしたらリップはロム&の2番を使います。新作の方のカラーこれを塗って、ちょっと明るいカラーにします。口元できました。こんな感じです。ちょっと上唇を、なんだろう、いつもより上目に塗りました。はい、ということで今回は、最近私が好きだなって思う韓国風の、メイクをやってみました。私はアイブっていうところに所属してて、元アイズワンのウォニョンちゃんが好きなんですけど、そのウォニョンちゃんがちょっと最近なんかこう大人っぽくなったというか、そういう感じでちょっとお顔の方が私の好みにね、また変わってきているので、すごくメイクも取り入れやすそうな感じがしたのでやってみました。はい、こんな感じですね。ちょっと前髪とかも、今流行りの韓国風ですねにしてみました。こっちで前髪をちょっとこうカールさせるような感じで、で全体的に外巻きで巻いて、ちょっとボリューミーにしてっていう感じの部屋にしました。そうすることでちょっと、こういうねパフ袖着てるからっていうのもあると思うんですが、ちょっと韓国風に見えるかなっていうのがあるので、ちょっと画面上だともうただのここのパフの部分しか見えてなくてガンダムがさらにガンダムになってるとは思うんですけど、服も込みでちょっと韓国っぽくしてみました。でメイクなんですが、このクリオのパレットが結構ね、全体的に使えるかなっていうのでこれを選択しました。別にあえてこれにしろよっていうわけではなくって、これがなんかこう一通り入ってるかなっていう感じがしました。ただ下のまぶたのこのラメ感、ここ涙袋は、これは本当お好みだと思うんですけど、私はちょっとピンクっぽい方がいいなと思ったので、ディオールのちょっと違う他社のね使っちゃったんですけど、基本的にラメが白っぽく、そしてピンクっぽく発色するやつだったら、合うんじゃないかなって思います。あとはリップはこうブルール系のやつにして、ボリューミーに見せるような感じにしました。韓国風って言ったら結構マット寄りが多いんですよね、リップは。だけど私の好きなウォニョンちゃんは基本的にはグロー系が多いかなと思ったんで、このカラーにしました。はい、こんな感じ
感じですね。人によっては前髪うざって思うかもしれないんですけど、ちょっと今はねこういうなんか S 字が結構流行ってるかなと思うので、まあこんな感じで、仕上げれば大体雰囲気出るのかなというふうに感じました。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。